later, that clock gonna roll and your number gonna come up. Sooner or later. It's just a matter of time. You keep doing what you're doing, that clock is gonna turn. It's gonna hit you. It's gonna be crazy. It's gonna be right when you need it. It's gonna all work in the end.少年説明から1年前って想像できないもんあっという間すぎた、本当に苦しかった隣同士でしたが、うん、去年はそれでお互いごめん、ちょっとそれは全然大丈夫間に合う全然間に合う今年も大会ヘアのセット秋尾さんにありがとうございます本当に、いやこちらこそもうこれがすごく助かるんですよ、本当にいろいろと細かいんですけど、やっぱりこれがプロ戦なので、まあ、できることを全部やって、一個一個チェックボックスにチェックをして、トータルパッケージで挑みたいと思っています。Then with like some with salt, you know, it's pretty much the same, and I just like because I really want like that peel dry look. That's my main thing that I really really want you to have.いや、いつも、いやいや、こちらこそ原宿2号店のミサブラザーズにいつもいるんで、はい、超おすすめのミサブラザーズ、通い始めてからもう本当にここでしか切ってないんで5年ぐらい経ってるかもしれないもっと経ってるもっと、うん、分かんないけどそれだけ好きなんですよありがとうございますありがとうございますありがとうございますちょっと今回の海外戦で、まあ、足りなかったパズルのワンピースが揃いました揃いましたいやこれなんか豪華すぎませんなんか IFBB プロにパンパックを助けてもらうってねそんな全然どんだけ金金恵まれてるのってもう本当に今日朝からドタバタして何せよコーチが変わっていろいろと食事からやることが変わって1食目朝の7時半ぐらいからスタートしてその何時間後にハンバーガー食べてるんですよマックのハンバーガーを、まあ、中の野菜とかを全部取って、まあ、カスタムのバーガーにはしてるんですけど、まあ、それとポテトフライ
結構まあ攻め気味ではあるんですけど、全体的な食事量が今までのプレップよりは実は少なくて、ただまあ塩分とか水とかそういう調整がまた微妙に違って、これはもう本当に30分おきぐらいにカッツコーチから指導が来たり、僕は連絡をやったり、だからなんだかんだもう休む期間なくもう30分ごとに何かあるんですよ。とりあえず自分は大会当日一番ストレスの部分が完成したんで、今は結構一安心。髪の毛、髪の毛セットめっちゃ下手なんで自分は。どうですか。でもう紹介したかもしれないけど、慎太郎わざわざ沖縄から、いや、ね、勝たないと、勝たせるために、ね、去年は本当にお世話になったんで、今年もぜひって僕はお願いして呼んで、来てくれたんで、ちょっと懐かしいチームで今日は一緒に勝ちましょう。そうですね、僕は沖縄から YouTube はずっと見てたんで。ああよかった、見てて。どう、つまんない、大丈夫。いや、なんだろう、まあいい結果じゃないじゃないですか。そうそうそう、最初の2戦が。そうなんだよ。しゅんさんはそこでメンタルが一番強いから、そこでまた東京プロでリベンジするの、僕は。そう、なんか証明したいことたくさんあるし、だからここちょっといろんなストレスがあったけど、もうここに全部もうぶつけて、でもリラックス、チャンピオンとしてのやっぱりプライドもあるし、今日はいろんな感情が混ざっての東京プロになるんですが、かなり自信もあります。で過去最高の体、これは去年の東京プロを超えるだけではなく、僕が世界のトップ20を取った時の体を超えてると信じてるんで、それを見せれば間違いなく優勝できると思ってるんで、 Let's go。 翔さんにもう一度大きな拍手を送りください。それでは皆さん、今から無茶なことします。塩を水なしで飲み込む可能、そんなことできる、そんなことできない。ちょっとです、ちょっと。ユニカーチュー海に似合う男のはずなんですけど、これ海を飲んでる男だよ。うわやるしかない。ラスト。心臓バクバクだよ。うわ、これはやばい。いいですもん。パンパンいきましょう。Let's go。またまたカニキンが散々喋ってしまいました。あとは2023年東京プロ、またまたステージで見せるだけ。ティームカニキン、3、2、1、レッツゴー。さあ、よいはいいか。続いての選手は。
はい、OK。 その位置を守るのか、日本は俺に任せろ。最初はめっちゃ緊張した、エルボークは。そこから気持ちを立て直して、なんで緊張してるのって聞いてる感じで、もう楽しまないともったいない、こんな。最初入った瞬間、うわーってなって、BGM かと思った、その観客が。これリアルライフじゃないでしょみたいな。あとで後ろのスタッフに、これ BGM? いや、本当のお客さん。まあ、とりあえずありがとうございます。まだまだ終わってないんで、ここで。ここからも集中切らさずに、こっからなんですよ、こっから持久力の問題、こっからがハートと持久力なんで、もうこれは何度も経験してます。最後までレッツゴー。もうちょっと OK。 口の中にまだ塩があるから、塩辛い美味しい。 OK。
元気が出た、まあ、少し写真とか見返したり、まあ、自分の中で、まあ、反省会直せるとか良かったとか悪かったとかまだ終わってないんですよ。要するに、ここからコンフォメーションラウンドといって、まあ、要するにジャッジが再確認する、まあ、選手がちょっとまた巻き上げれるチャンスが逆にまた落ちるチャンスが可能性があるというラウンドです。最後まで頑張ります。でも、まあ、今日の結果がどうであれやっぱりこの日本のステージですごく特別な場所でいろんなプレッシャーがあるんですよ。どこの大会出るよりもやっぱり国内のステージが自分にとってはプレッシャーがあってでもまあそのステージに上がった瞬間それも全部ぶっ飛んでみんなのエネルギーがもうありがとうございます。心から感謝を込めて最後まで気を抜かずに 100% 出し切ります。期待してください。レッツゴー。ネイチャーカンプレゼンツ東京プロメンズフィジークです。One more time, turn to the back. And face front. Thank you, gentlemen. You can step back to either side. And clean them up. 51, 両手の島. Blow Japan.Yukihiro Yuasa, Blow Japan. Men's physique, top two, 大きな拍手を送りください。さあ、両者大激突した。金金か上面か。オリンピアへの切符はたったの1枚。チャンピオンから発表だ。ネイチャーカンプレゼンツ東京プロチャンピオン、オリンピアクオリファイヤー、エントリーナンバー46、ジョメンサバイ。エントリーナンバー39、シュン・カネコ、ブロージャパン。メンズフィジークチャンピオン、オリンピアクオリファイヤー、フィリピン、大きな拍手を送りください。 IBB プロフェッショナルリーグジャパンプロモーター庄司孝之よりトロフィーが贈られます。そしてオリンピアジャッジヘッドジャッジを務めたベッキーよりオリンピアへの切符が手渡されます。いやでもなんかね、これスコアシートを見ないとわからないんですけど、おそらく自分ずっとセンターから動かなかったんで、まあ、近かったと思いたい。でもやっぱりジョベンという選手はもうフィリピンの王様、本当に選手としてもすごいし、まあ、人間としてもやっぱりすごいんで、まあ、彼に素直になんかおめでとうという気持ちはある。本当に彼のバックグラウンドとか知ってるなら、まあ、彼ほど優勝にふさわしい人間はいない。ただフィジークでは勝ちたかった。課題はまあまあまあ分かってますよ、まあ、いつも改善点はあるし成長する余地はあるんです。だからこそ楽しいんですけど、まあ、でも間違いないのはこれ多分僕過去最高のフィジーク、それは見せられた。悔いはないし後悔もないんですけど、めちゃくちゃ悔しい。何なんだろうこれ。なんかこのストーリーがまたなんか
面白くなってきた、まあ、去年オリンピアでジョーベンと僕は隣同士で戦ってました。でまたここ運悪く運よく、まあ、2人とも出ようとしてた大会がなくなったりとかして東京プロで出会って、でまた隣同士だから、まあ、モチベーション今すごい高い、早くインプルーブしたい。まあ死んじゃろうか、ありがとう、ね、おかげさまで。いやなんか悔しいですね。悔しいね、なんか、まあ、そういう日もありますよ。こういう日が多いね最近。なんかの試練だね。これはもっと頑張るっていうことだね。なんかもっと上がるしかない。上がるしかない。一番良かったです体。今まで、うん、そこが嬉しい。でこれアリエル勝つと、なんかこれでチーム組んでから2週間しか経ってなくて、2週間でこれができたら、じゃあ1年でどうなるのって話だから、まあ、楽しみにしてほしい。I don't even want to tell Ariel I lost. You got second. And relax. Cheers. 皆さん乾杯. Cheers to all of you. Next up, oh my god. これ負けても美味しいね。Which one's better, Dr. Pepper or this? Yeah, Dr. Pepper. 美味しいけど、Dr. Pepper は美味しいし。でも、いや、文句は言わないですよ。わー、罪悪感の塊。ちょっとこれどっかに早くしまっておきたい。恥ずかしい。皆さんありがとうございます。頑張りましたよ、皆さん。すごいなと思ってくれたら少しでも嬉しいです。よかった、ありがとう。まあ慎太郎がせっかくねいい流れを作ってくれたんで、いや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 、まあまあ見せてやるよ、来年は。来年あ、僕待ちですか。イエーイ。プレゼント。もう汗だらけのスプレータン、そう、つきまくりの。いいんですか。プレゼントです。ありがとうございます。どうぞ。洗ってください。ありがとうございます。どうも。いや。僕お姉さん、アメリカから最近引っ越してきた。頑張った。めっちゃ負けたとこ見せて恥ずかしい。It's okay. How is it to have a loser as a brother? So it's great. I love losers. まあ。カウントダウンシリーズフェーズ3がここで終わります。まさかこんな感じで終わるとは想像してなかったし、この競技ってやっぱり、まあ、自分も 100% 注ぎそういった特にこの東京プロに関しては強い思いがあったし、なんていうの日本語でもう正気を失いそうになった。もう頭いかれるまで今回はちょっとオリンピアに今年はどうしても出たかったっていうのはあるんですけど、まあ、正直な話オリンピアに出ることがもう今の目標ではなく、オリンピアのトップ5、そしてもう優勝できるレベルまでこのフィジークを持っていくことが、まあ、僕の目標、夢でもあって、してまあ今のコーチアリエルと話し合って、まあ、2人ともそれを信じてるんで、まあ、もっと強くなりなさいっていう試練、使命なのかなっていう、頑張ります。もう全然諦めてないし、むしろモチベーションはすごい高いです。ここからどうするかは、まあ、本当に冷静になってもう考えて一晩ぐらい置いて考えたいんで、ここで次はこれしますとかで言い切れないんですけど、言い切れるのはもう全てを出し切りました。まあ、それで少しでもなんか金金は頑張ったと思ってもらえるなら嬉しいし、本当に皆さんに感謝の気持ちいっぱいだし、僕を信じて、まあ、サポートしてくれてるスポンサー様とか見に来てくれた仲間とか友達とか、少しでもなんかモチベーションになれたなら嬉しいし、まあ、全然終わってないんで本当にとりあえず、まあ、今日は食べていいでしょうという感じでなんか食べて、ずっとちょっと距離を置いてしまってた、まあ、仲間たちと美味しいものを食べて、いろいろ夢を語りながら楽しんでいきたいと思います。皆さんも引き続きオリンピアへの道はまだ終わってないです。次オリンピアにクオリファイした頃にはもう圧倒的な存在で、もう金金の名前、そして日本のフィジークの強さ、凄さを世界に見せます。必ず期待しててください。それでは今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。Work hard, see results, thanks for watching, I'll see you again soon.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe.